皆さんこんにちは、法徳学院学習ブログのとしです。方程式の4回目、今回は中学2年生で学習する連立方程式、これどんなものなのかという説明をしたいと思います。連立方程式、基本的には2元1次方程式、これを中学校で学習します。これ2元というのは2つの文字が入っている1次の方程式ということですね。2元というのは2つの文字で1次方程式で、これを学習します。から連立方程式の連立は2つ以上の方程式を組み合わせてある、こういう方程式だということです。じゃあ具体的に x プラス y イコール7、これ文字が2種類入っている方程式ですから、これ2元1次方程式です。これを成り立たせる x と y の組み合わせをこれ表でやっていくと、 x はマイナス1の時には y は8、0だったら7、1だったら6と、2だったら5、3だったら4、4だったら3、5だったら2、6だったら1、7だったら0と、でいっぱいありますよね、このように。でもう一つ x-y イコール3、これも2元1次方程式です。これを成り立たせる xy の組み合わせを表にしてみると、マイナス1の時にはマイナス4、0の時にはマイナス3、1の時にはマイナス2、マイナス1、0と、4の時には y は1、5の時には2、6の時には3、7の時には4と、このようにこちらも x-y イコール3を成り立たせる xy の組み合わせいっぱい出てきますね。ではこの x プラス y イコール7と x マイナス y イコール3、両方を成り立たせる x と y の値はというと一つしかありませんね。 x が5、y が2、これだけです。ですからこの2つの方程式を成り立たせる x と y は x イコール5、y イコール2、このように一つに決まりますよね。つまりこの2つの方程式を成り立たせる x と y の組み合わせを求めなさいというのは連立方程式を解くということになります。実際の問題では連立方程式こんなふうに書いてあります。 x プラス y イコール7、 x マイナス y イコール3、ね、こんなふうに表されています。これを連立方程式といって中学2年生で学習します。今回は連立方程式ってどんなものなのかという説明をしました。今日も最後まで見ていただきどうもありがとうございました。ではまたお会いしましょう。さようなら。